個性の多様性が重視される昨今、メイクなどにも世相が反映され、その時代時代でのトレンドがより顕著に。飽くなき、見栄の探求、を持つ世の女性たちを対象に、オリコンニュースでは恒例企画、第15回女性が選ぶ、なりたい顔、ランキング、を調査。その結果、女優の新垣結衣が3年ぶり首位に輝いた。昨年から順位変動あり、アラフィフ女優もランクインの女性が、なりたい顔、トップ10。結婚&30代突入もさらに美しさに磨き、美人と可愛いのバランス最強。新垣結衣は2018年以来3年ぶりに首位に輝き、改めて彼女のエバーグリーンな魅力が証明された。一般的に同ランキングの上位に入るのは未婚者が多いが、昨年首位の北川景子に続き既婚者が今年も首位を体感。今年5月にドラマ逃げるは恥だが役に立つ TBSK で共演した歌手俳優の星野源との結婚を発表し、世間を驚かせた新垣。今回の返り咲きはこの結婚のニュースで大きく注目されたことも少なからず影響を受けているはず。新垣ならではの柔和で穏やかなガッキースマイルに憧れの対象に、既婚未婚は関係なしというのが票を投じた女性からは特に顕著に出ている。アンケートでは、肌に毛穴ありますかっていうくらい肌が綺麗、奈良県10代透明感があって可愛さと綺麗さの両方を兼ね備えているから、神奈川県20代とナチュラルさと透明感を一番の魅力と感じている人が多く、10から30代の票を集め、堂々の1位を再び手にした。もちろん年上の女性からも、年を重ねても可愛い、優しい顔立ち、滋賀県50代、自然に可愛いと思える顔立ちだから、東京都50代と称えられている。2022年は、鎌倉殿の13人、NHK 総合で大河ドラマに初出演。主人公、北条義時、小栗旬の初恋の相手で、源頼朝、大泉洋の最初の妻、八重。役で新たな一面を見せてくれそうだ。笑顔と真顔のギャップがたまらないクールビューティー。昨年まで2連覇中だった北川景子は2位に、昨年9月に第1子となる女児を出産し、ママとなっても美麗な顔立ちに憧れを抱く声が多数寄せられ、同性から好かれる美人顔というのもポイントとなっている。女優業はママとなっても精力的。今年は2月にファーストラブ、8月にキネマの神様と映画出演が続き、4月にはドラマリコ活 TBSK で航空自衛隊隊員と交際0日で結婚した主人公サキを演じた。劇中での、一度は別れるものの、どうしようもないくらいあなたが好き、と告白するシーンなど、北川の美しい横顔に注目が集まった。CM 等でも輝きを放っている北川に、知的でかっこいい、クールビューティー、笑顔と真顔のギャップが素敵、という意見も多く、北川ならではの凛とした雰囲気に羨望の眼差しが向けられた。シャープな目元からクールな印象を受けるが、目がキリッとしていて素敵、笑顔も可愛い、東京都50代、綺麗なのに人懐っこさもあるから、香川県40代と親しみやすさも感じるのも好感を得ている。その他、日本で一番美しい顔だと思うからです。福岡県50代との声もあり、40代、50代では1位を獲得。全世代の女性が認めるなりたい顔と言えそうだ。整いすぎている、芸術作品かと思うほどのパーフェクトフェイス。昨年4位だった橋本環奈が3位にランクアップ。8月公開の映画かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルでのポニーテール姿や、公開中の映画劇場版ルパンの娘のメガネ姿など幅広い役を演じ、多彩な表情を見せる橋本。
そんな彼女に、生まれ変わったらカンナちゃんになりたい、と願う女性多数。特に、瞳の色素の薄さとか、お人形さんみたいな可愛さ、神奈川県、20代、目の色が外国人みたいで、可愛いから、東京都、30代、と20で大きな瞳について注目しているコメントが多かった。ダブルコート1000年に1人の美少女と評されるだけに、1000年に一度の逸材だし、可愛いメイクもかっこいいメイクも映える顔だから、東京都、20代、と絶賛の声もあった。2022年は舞台、千と千尋の神隠しスピリッドアウェーで W キャストの一人として主演、千尋を演じることが発表されており、また新たな顔を見せてくれそうだ。変わらぬ美貌を持つ、奇跡、のアラフィフ女優たち。昨年10位からトップ5入りを果たしたのが、石田ゆり子。現在52歳だが、同世代の40から50代女性からの支持を受け大きく順位を上げた。今年5月には2016年からインスタグラムに投稿していた飼い猫との日々を綴ったエッセイ、ハニオ日記、扶桑社を発売し、全3巻同時発売で、ランキングでも1位から3位を独占。愛病がメインの内容ではあるものの、ナチュラルな石田の姿に好感を持つ女性読者が多かった。そんな石田に、年を重ねても可愛らしさと色っぽさがあって素敵だと思う、大分県、40代、こんな可愛らしく素敵な年齢を重ねたい、東京都、30代、と、等身大の姿が選ばれた理由となっている。昨年は県外であったものの、同ランキング常連の、井川遥。が9位に、彼女も45歳ながら、変わらぬ美貌を維持しており、同性から羨望の目を向けられている。NHK 連続テレビ小説、おちょやん、や、サントリーウイスキー、角瓶、の CM でも、魅力的な大人の女性を演じて、女性たちも賛美。ある程度の大人なのにとても清楚で可愛らしい、三重県、50代、肌も綺麗ですっきりとした美人、という雰囲気に憧れます、兵庫県、50代、との声があった。昨年から若干の順位変動が見られた、今年の同ランキング。エイブラハム・リンカーンは、男は40を過ぎたら自分の顔に責任を持て、と言ったそうだが、女性であっても、ライフステージを重ねれば顔に生き様が出てくるもの。トップ10に並んだ女性たちは、年齢に関係なく自分らしくナチュラルに生きているのがわかる顔ぶればかり。生まれ変わったらこの顔になりたい、という願望と、こんな風に年を重ねたい、という憧れが共存したような結果が垣間見れた。